はい、どうもアウサンツーです。ちょっと今日の動画は、タイトルにもある通りちょっと情報量が、かなり多くなってるんで、まあちょっとね長くなるかもしれないですけど、身近に話したいと思います。まずね、私昨日ちょっと大怪我しました。で、何あったかというと、肉離れずっとちょっとやっぱしてて、ふくらはぎ右足ので、まあ今週の月曜日にそれから初めて復帰しました。1ヶ月ぐらい休んでて、で、まあ、軽めっていうのもあって、まあ問題なくちょっとできたんですけども、昨日ちょっとラウンド終わった後にもまたちょっとバスケしなきゃいけなくて、そこのバスケってのは外せないんですよ。自分が体育館管理してて、鍵を僕が開けて、で、自分のチームっていうことで、開始ほんともう数秒ですよ。ジャンプした、覚えてないです。ジャンプした時なのか、着地した時なのか、もうその、右足のふくらはぎが、バキッつって、もう何が起こったか分かんなかったですね。今まで、なんか、もうめちゃくちゃ痛かったですね。右足が、なんか爆発ミスしたみたいな。でもやった瞬間に、あ、また肉離れ。しかも、こんな肉離れってそこまで痛くないんですよ。実は。ただもう、なんか、ただ治りにくい。要は、筋が切れてるんで、で、そんな筋が切れたとかってそんな痛みじゃないんですよ。もう足動かないし、もうめちゃくちゃ痛いんですよ。 とにかくで、ああまたやっちゃったなと思って、もうやった瞬間に、あ、もう俺一生バスケできないなっていうぐらい、肉離れでこんな痛いのってもうほんとないんで、でもすぐやめて、でもう帰って、つかもう歩けないんですよ。もうだからもう壁伝いにこう帰って、で、運転もちょっとやばかったですね。もう帰りがけドラッグストア寄って、まあちょっとロキソニンテープ買って、まあすぐ貼って、すごい痛いんで、なんかちょっともうどこの部分が痛いか分かんないですね。で、もう帰って、もう明日すぐ病院行こうと思って、なんか痛みがね、やっぱ肉離れの痛みとちょっと違うんですね。だからワンチャン肉離れじゃないかもしれないです。ただ単に釣ったって可能性あります。釣ったも、なんか、釣ったって感じじゃないですよ。なんか、もうすごい極度の重症の釣るっていう状態です。でも肉離れと同じ箇所なんで、それもだからもう、合わさっての痛みですね。いや、でもこれただ単に釣ってるだけだったらいいですけど、まあそれでも、もう同じ場所なんで、多少の肉離れ、筋切れとかあると思いますけど、まあ、この後ね、ちょっと歩いてるとこ見せますね。ちょっと、まあ、それは他の理由で見せるんですけど。で、今日、病院行ったんですよ。普通の整骨院とか接骨院じゃなくて、整形外科行ったんですよ。総合病院。よく行ってる自分が行きつけの。そしたらもう、病院めちゃくちゃ混んでて、もう絶対ね、昨今の社会情勢のね、病のせいなんですけど、で、ちょっと、いや、これ待って、ちょっと、仕事もあったんで、ちょっとこれもう、行かなかったんですよ。帰ってきちゃったんですよ。まあ怪我に関してはまあそんな感じで、来週めちゃくちゃ重要なゴルフ2つ入ってて、いや、もうそれまでには直さないと、っていうか今のところ、いや、歩くこともできないんで、あ、歩きますよ。まともにですね、まともに歩くこと、ちょっとこれから動画見せますけど、それまた別の理由でっていう状況です。はい、それが1つ目です。まず怪我で、二つ目。まあ、昨日ラウンドだったんですけど、で、その前の日もちょっとラウンドで、私、距離計なくしました。はい。前日のそのラウンドで、まあ、絶対あったんですよ、最後まで。で、なんか、ね、いろいろこう、カートがこう、終わって、なんか、ね、クラブ拭いてくれたりするじゃないですか。そういうごちゃごちゃあって、まあ、いつもラウンド後は自分でクラブ磨くんですよ、家帰って。で、でも次の日もラウンドだったんで、それはまた、その次、終わったらやろうと思ってたんで、その日は、
ね、そのまま、そのままの状態でまたラウンド行ったんですよ。で、昨日ラウンド現場着いたらもう距離計だけないんですよ。あれおかしいなと思ったんですけど、だからその前の、で、ゴルフ場連絡しました。出なかったですね。なんか今までだったら距離計出てくる、何回もなくして何回も出てきてるんですけど、今回に関しては、ちょっとなんか、ガチでなくしたなって感じですね。あの、ゴルフ場でなくしたじゃないっぽいような気するんですけどね。これに関してはめちゃくちゃ凹みましたよ。それが二つ目です。ちょっと情報量多いですけど。三つ目、マスクなくしましたね。で、マスクぐらいいいじゃないかと思うんですけど、ティゴラのマスクで、超お気に入りのマスクだったんですよ。また買えって話なんですけど、で、買いに行ったんですよ。もうなかったですね、そのタイプのマスク、お気に入りのマスク。お気に入りのマスクってあるじゃないですか、全員多分。それが3つ目です。ちょっと、テンポ早めに行きます。で、4つ目。手袋なくしました。手袋なくしましたね。昨日ラウンドで雨降ってたんですよ。で、ティゴラ、これもティゴラなんですよ。ティゴラの手袋で、ティゴラの手袋の、まあ、あるやつは、雨でも一切滑らないんですよ。ちょっとなんかこう、イボイボみたいのついてるんで。で、午前中終わって、後半、ね、午前中もそれしてて、後半、まあ、雨かなり降ってたんです、その時は。で、それしてやろうと思ったら、その手袋なくて。あ、食堂に忘れたなと思って、取り帰ろうと思ったんですけど、ちょっと長くて行かなくて、終わった後、ゴルフ場に聞いてもないと。で、まあ、それもお気に入りの手袋だったんで、それもなくしましたね。はい。それが4つ目なんですけど、家帰って、いろいろ整理したら、バッグの中入ってましたね。はい、これはもう解決しました。はい、すいません、情報量多くて。ちょっと長くなっちゃうんで、手短に次行きます。最後、これが重要です。いろんなものなくしました。昨日、今日。ああ、昨日、その前とね、で、怪我もして、大変落ち込んでおります。なんですけど、やっぱり、バランス取るんですね。私、ここからが重要です。これ、今日のメインです。はい。出会いました。最高のパターに。パター手に入れました、僕、最高の。はい。それがこの動画の今回のメインです。はい。まあ僕もともとスパイダーツアーブラック使ってたんですけど、まあその前がスパイダー X。やっぱね、このマレット型の、ね、大きめのね、スパイダー系の、パターがすごく好きで、ただ、ゴルフショップとか行った時に、いろいろこう、試打するじゃないですか。試打した時に、僕の使ってるスパイダーが一番引きづらいんですよ。ねえ、ゴルフショップで打つと、これこうもう、ねえ、よくマークかなえさんがよく言ってますけど、新車効果。うん。そうね、新しいものは、まあよくなると。まあ、最近のね、マークさんの動画でも言ってるんですけど、ねえ、練習、ゴルフショップでいろんなパターこう打つけど、なんか自分のパターが、今使ってる自分のパターが一番打ちにくい。そういう感覚があったんです、僕ずっと。打ちにくいっていうか、僕パターは全て引きやすさだと思ってるんですよ。パターの良し悪しって。まあね、インからインにこういうね、開閉して打つ人も、ね、まっすぐの人も、どんな打ち方でもいいですけど、その自分が思ったところに引けるか、まっすぐ、ね、わかりやすく言うと、まっすぐ引きたいと思ってる人が、引くときになんかブレちゃうとか、そういうのが僕一番ダメだと思ってて、で、その一番引きやすいパターンに出会いましたね。それが、ね、ヤスくん、ヤスグル TV のヤスくんが、普段、使ってた、今まで、あ、でも彼もすごいパター変えるんで、いつそれ使ってたかよくわかんないんですけど、だからその昨日、その前のラウンド、ね、2連続ラウンドの1
1日目にそれ使ってて、ちょっと打たせてもらったんですよ。で、めちゃくちゃ良くて、あ、これ打ちやすいなーと思って、で、昨日のラウンドも、まあ、その時も安くんもいたんですけど、一緒には回ってないですけど、で、安くんはそのパターを今日は使わないって言うんで、で、昨日、あ、じゃあそのパター今日使っていいかなと言ったところを、全然いいよと、打っちゃいなよ、それよと言うんで、昨日は、その、ね、初めてですよ。初めてその安くんのパターを借りて、打ったんですけど、めちゃくちゃ良かったです。はい。弾きとかロフト角で、同じ振り幅でも転がりって多分変わると思うんですけど、初めてとは思えないくらい、ロングパットの距離感も絶妙でした。はい。ちょっとね、で、それを、ちょっとね、これから、とある練習場の練習グリーンで打ちたいと思います。それを皆さんに紹介します。これが僕の今最高のパターンに出会いましたと。もう僕14、15年、ゴルフやり始めて経ちました。最高のパターンで、ちょっと今見せます。ちょっと待ってください。今もうつくんで、ね。すみません、ちょっと長くなって情報量多いんですけど、ぜひこれは見てほしいです。皆さんに。ちょっとオーシーズンさん。ゴルフガンって言ったら練習はできません。怪我してるんで。ただね、パッティンググリーンだけやってるところを見てもらえます。そして僕の今の足の状況もそこで確認していただきたい。そう思っております。はい。ちょっと待ってください。今着きました。はい。めちゃくちゃ晴れております、今日も。はい、ちょっと待ってもらっていいですか。持ち上げるの無理だわ。これよ、ここ置いとくか。ダメだ。そのパターがこれです。コブラ。サムネ撮るか。ちょ、逆光気味かな。コブラのちょっと老眼なんで、ちょっとね、名前わかんないです。キングノバみたいな書いてあります。これ。で、この角型のマレット。で、上から見るとこんな感じです。ここでボール拾うこともできます。僕今までボール拾えるタイプではなかったんで、これも嬉しいところですね、はい、これです。これです。これをね、ちょっとこれから打ちたいと思います、はい、ちょっと練習グリーンがちょっとあるんで、ちょっとやります。練習グリーンがここに、ちょっとこれ打ちたいと思います。はい、一回切ります。じゃあちょっと行ってまいります。
これですね。やるか。これです。コブラ。こんな感じになっております。はい。ね、こんな感じになっております。これか。ね。よし。よし。どうでしたかね。いやあれめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃ弾け、僕の、まあ僕もね、多分こういうタイプではあるって言われたんですけど、でもイメージ的にはまっすぐ弾いてまっすぐ出すっていうイメージで僕は振ってるんですけども、そのまっすぐ弾きやすさがすごくあるんですよ。あの、まあ、ヘッドの、まあ、重さ、大きさ、ね、バランス、で、シャフトの長さ、やや短めです。そして、グリップの太さ、いろんなバランスがあって、多分ね、一番重さかもしれないですね。ちょっとロフトの詳しいことは分かんないんですけども、まあ、そんな寝てはないんじゃないかなって気がします。転がりもめちゃくちゃいいです。今までのスパイダーより転がりはいい。うん、で、弾きやすいですね。で、やつくんはね、全然あげますよ、みたいな言ってたんですけども、いや、ちょっとさすがにそれは悪いんですけども、まあ、ちょっとね、お試しで、もう何ラウンドか使いしてくれっていうことを言ったんで、ね、太っ腹でね、あげますよ、みたいな言ってたんですけど、さすがにそれは悪いんですけども、よかったら遠慮なくもらおうとそこは思います。はい、ありがとうございました。